皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が順調なのを記念して、赤外線観測の歴史を超絶簡単に紹介していくわ。本当に超絶簡単なのか？本当よ。と言っても難しい技術的なことは抜きにして、初めての赤外線望遠鏡誕生からアメリカが物量で攻めた話と、それにやられたヨーロッパ、そして日本がやられた話もちょこっとだけして終わりにするからすぐ終わるわ。霊夢の終わる終わる詐欺は前科がありすぎるからな。マリサなら信用してくれてると信じてるわ。期待には応えられないぜ。は？さて、今ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がラグランジュ点 L2 に向かってて、無事に展開を終えたことから、あとは鏡の補正や観測機器の構成などを行った後、2022年中旬から本格的な観測を行う予定なんだけど、ジェームズ・ウェッブは赤外線観測に特化した望遠鏡だから、ハッブル宇宙望遠鏡のような綺麗な天体写真は見れないわ。ジェームズ・ウェッブ解説でそう言ってたな。この赤外線天文観測の歴史は始まってからおよそ半世紀でね、ミサイルの噴煙を追尾する赤外線センサーの科学利用が認められたことがきっかけとなったわ。ということは、もともとは軍事技術なのか。そうね、ここにも軍事技術って感じなんだけど、なんで赤外線で観測してると思う？この間、ジェームズ・ウェッブの解説でも言ってた、見えないものが見えるからだろ。そうね、よく覚えてたね。天の川銀河を見ても、可視光ではチリやガスに遮られて、中心部がよく見えないけど、近赤外線観測ではよく見えているわ。すげえよなこれ。他にも遠方の天体を見えるようになったりするわ。それってなんでだっけか。宇宙って膨張してるって聞くでしょ？そうだな。それって地球から遠い天体ほど離れていく速度が速いから、天体が赤っぽく見える赤方変異ってのを起こしているわ。どういうことだ？過去に何度も話してるけど、救急車が近づくと高い音が聞こえて、遠ざかると低い音に聞こえるのと同じで、地球に接近する天体は波長が短く、遠ざかると長くなるんだよね。つまり接近する天体の色の波長は青にずれるし、遠ざかる天体は赤にずれるわ。へえ、そういうことか。ほとんどの天体が離れていってるわけだから、波長は赤よりにずれていて、それを観測するには赤外線が最適ってことね。それでジェームズ・ウェッブは赤外線に特化してるんだったな。それと低温の天体を検出するのにも向いてて、夜空に浮かぶ星は自ら光を放つ恒星だけど、恒星の中にも表面温度が1000度に満たない低温な恒星もあってね、その場合は放つ光量がとても少ないから地球からでは見えにくいし、他に地球や火星などといった自ら光を放たない惑星があるから、可視光観測には限界があるわ。そこで赤外線の出番でね。惑星は恒星から熱を受け取って放出して赤外線を放ってるし、低温な恒星は内部で核融合をしているから熱を発生させているから、遠くまで見通せる赤外線で観測が可能なんだよね。へえ、赤外線の強みって光ってなくても見えるってことなんだな。そんな赤外線観測の歴史は1960年代にアメリカで始まって、きっかけはちょっとした思いつきだったわ。え、思いつき？赤外線センサーが民間でも利用できるようになって、当時カリフォルニア工科大学の助教授だった物理学者のゲリー・ノイゲバウアーはふとこう思ったわ。2ミクロンの赤外線波長で夜空を見ると何があるんだろうってね。なるほど、それが思いつきか。それを実践するためにノイゲバウアーとカリフォルニア工科大学のロバート・レイトンたちは、プラスチック製の合計 1.5 メートルの望遠鏡を製作して、ウィルソン山天文台に設置して、2ミクロンスカイサーベイと呼ばれる観測を行ったわ。2ミクロンなんちゃらってどういう観測なんだ？2ミクロンは検出する赤外線波長のことで、スカイサーベイっていうのは日本語にすると装填観測といって、望遠鏡で空をスキャンするように観測して全天マップを作成する手法のことよ。へえ、夜空全部を観測するのか。その結果、牡牛座 NML 星や白鳥座 NML 星といった低温の天体の発見や、およそ5000箇所の赤外線発生源をカタログ化した論文などを発表したわ。5000箇所ってすげえな。これが赤外線天文学の幕開けとなった歴史的観測で、アメリカ国内ではこの観測結果に触発されて超高感度センサーの開発などに乗り出したわ。日本もぜひやるべきだな。一方日本は、ノイゲバウアーらが発表した論文に触れて赤外線観測をやってみようと、
名古屋大学の早川幸男先生ら名古屋大学メンバーが研究グループを組織して検討していたけど、国内には天体観測ができる高感度な赤外線センサーがなくて、手に入るのは防犯用のセンサーのみだったわ。侵入センサーってやつか。アメリカのやつに比べたらおもちゃみたいなものだから到底観測なんて期待できなくて、しばし我慢の日が続いた中、液体窒素で冷却する高感度センサーが手に入る段取りになったわ。やったぜ。京都大と名古屋大が日本学術振興会に申請した科学研究費助成にもラッキーなことにあたり、1973年長野県の木曽山中に日本初世界で3例目の赤外線天文台が建設されて、名前を京都大学理学部物理第二教室上松天体赤外線観測室と名付けたわ。日本初でもまだ世界に3例しかないんだな。この天文台は植松町の最地後牧場の土地を借りて建設されてね、寝床やお風呂などの生活面は最地後牧場の管理人室を借りたし、水道は近くの水源からパイプで引き込みなどしてて、冬はマイナス15度になるから凍って破裂することもよくあったわ。日本初なのに随分と質素だな。でもその分立派な望遠鏡が完成したから多くの発見や功績を積み上げてきてて、生活面も後々施設が完成して向上したわ。お金がなかったのか。その後2003年に閉鎖解体されて一部は西播磨天文台に保管されているわ。見学できるけど事前連絡が必要だから西播磨天文台に連絡してね。見学できるようにしてんのな。そんな中、世界では赤外線観測衛星の打ち上げを計画してて、地上では検出できない遠赤外線波長を観測するアイラスという衛星の開発をしてたわ。聞いたことない衛星だな。ちなみにこのアイラスはどこの国が中心となって計画したと思う？この流れで言うとアメリカだろ？違うわ、アメリカが最も多くの成果を上げたからアメリカの衛星とよく勘違いされるけど、このアイラスはオランダの発案で計画されて、そこにイギリスとアメリカが協力してるわ。へえ、オランダか、意外だな。だけどオランダとイギリスはこのアイラスで苦い思いをすることになったわ。何があったんだ？こういう観測データは地上で画像処理や研究者による分析などをするんだけど、アメリカは赤外線観測の開拓者であるノイ・ゲバウアーやロバート・レイトンらの手によってカリフォルニア工科大学内に大規模な分析センターを設置して、そこに処理や分析に必要な機材や人員を集め、オランダやイギリスよりも早く分析を済ませつつ、カリフォルニア工科大学が持っている望遠鏡群を使って詳細観測を行った結果、重要な論文はアメリカ製がほとんどを占め、計画の中心となったオランダの存在感が薄れ、世間はアイラス衛星はアメリカが打ち上げたと勘違いするほどになってしまったわ。オランダとイギリスはただの踏み台だったか。アメリカはその他にも観測ロケットに赤外線観測装置を積んで打ち上げたり、高高度気球に観測装置を積んで補給したり、航空機に赤外線望遠鏡を積んで飛行したりと観測機械の数で他国を圧倒し、観測成果や論文発表もアメリカかその他になるほどだったわ。さすが物量チートの国だな。それにオランダとイギリスは赤外線を分析する分光観測をしたいのに、アメリカは宇宙をスキャンするスカイサーベイをするべきと主張して、最後はオランダやイギリスの観測スケジュールを犠牲にしてまで強硬的に行ったわ。ジャイアンみたいなやつだな。一方日本ではアイラス衛星が打ち上げられた数年後の1980年代後半から、宇宙科学研究所で赤外線天文衛星の検討が始まって、国内に開発や運用ノウハウがないからアメリカとの協力を模索していたわ。おいおい、さっきオランダとイギリスの話を聞いたばかりだぜ。そんなんで大丈夫なのか？大丈夫じゃなかったわ。やっぱりか。日本のやりたいことは宇宙からでしか観測できない遠赤外線波長の観測なのに、アメリカから提示された条件はセンサーを提供するから近赤外線観測のみを行え、それ以外の観測装置は一切搭載するなだったわ。随分と上から目線じゃないか。アメリカにとって遠赤外線観測はアイラス衛星で行ったから、次は近赤外線を宇宙で観測したいのね。それに日本は技術もノウハウも持っているアメリカに頼る立場だから、パワーバランスは向こうが上よ。なんだかな。でも宇宙圏はアメリカの要求を拒否したわ。拒否したら協力が得られないから困るのは日本じゃないのか。実はこの後ちょっとした出来事があってね。なんだ。
アイラス衛星の打ち上げから10年以上経って、ヨーロッパがアイソ衛星という赤外線宇宙天文台を打ち上げることになってね。このアイソ衛星は近赤外線から遠赤外線までカバーするとても賢い衛星で、開発にあたってヨーロッパは協力先を探していたわ。アメリカ以外でってことか。衛星を打ち上げたらそのデータを地上に下ろすから、その受信設備が必要なんだけど、ヨーロッパの受信設備だけではカバーしきれないから他国に協力してもらう必要があるのね。でも設備を揃えているアメリカにはアイラス衛星で苦い思いをしたばかりだから、ヨーロッパが選んだ先は日本だったわ。選ばれたのは日本でしたって感じか。消去法で言った感じかもね。そうか。協力すると日本にも観測時間の割り振りがあるから、日本にとって悪い話じゃないわ。まあ確かにそうだな。でも当時の宇宙圏では定常的な支援は難しかったから、そこでいろいろ話し合いが持たれた結果、受信設備はアメリカのディープスペースネットワークに頼ることにして、宇宙圏は人的支援として数人をヨーロッパに送ることになり、宇宙圏はアメリカに対しディープスペースネットワーク使用料の一部を支払うことで決着したわ。お金で解決か。まあヨーロッパ宇宙機関はアイソ衛星計画におよそ1000億円を投じているから、失敗したくないってのもあるね。巨額の投資だな。日本からの費用支出額は確か5億円だったはずなんだけど、1000億円に対し5億円だから全体の 0.5% にしか過ぎないんだけど、その代わり日本はアイソ衛星の観測時間全体の 5% を得たから、日本にとって悪くない話だったわ。確かにお得だな。その頃日本は独自に宇宙望遠鏡を打ち上げる準備をしていたわ。え、何かあったか？ H2 ロケットで打ち上げてスペースシャトルで回収する宇宙実験観測フリーフライヤーの開発をしていて、そこに日本初の赤外線宇宙望遠鏡を搭載したわ。とうとう日本も独自に打ち上げ始めたのか。望遠鏡を冷やす液体ヘリウムを使ってる関係で、観測期間はおよそ1ヶ月と短いながらも、全天の 7% を観測して有機物が広く存在するなどを発見したりと、技術実証を成功させたわ。やるじゃん。この時に得たノウハウを利用して宇宙圏は赤外線天文衛星の開発を始めるわ。次のステップに進むのか。その後日本が参加中のアイソ衛星にちょっとしたトラブルが発生するわ。どうしたんだ？アイソ衛星は参加中の国の他に研究者や機関などから観測テーマを広く募集して審査の上で決定する公募型観測をやってるんだけど、その研究者らから遠赤外線で観測したデータにノイズが多く出ていて信用性に欠ける特徴が出てたわ。その世界にも苦情なんてものがあるんだな。事態を重く見たヨーロッパ宇宙機関は緊急招集会議を開催して対応策を練り、遠赤外線観測装置のシャットダウンを含めて検討したわ。ちょっと大きな事件になりそうだな。その事態を解決したのが日本でね。簡単に言うと、遠赤外線での観測結果があまりにも意外だったので、データを受け取った研究者が聞いてたよりもノイズが多いと感じたんだけど、実際はそれ全てが天体などから発せられる遠赤外線源だったんだけど、日本はそれがノイズじゃないと分かってたのに対して、ヨーロッパ宇宙機関はそれがわからないのね。なんでだ？ヨーロッパはある領域に絞って観測する手法を取ってたのに対して、日本は全天をスキャンするスカイサーベイ観測をして全体をすでにマッピングしてたから、想像よりも遠赤外線源が多いことをすでに確認して知っていたからよ。じゃあ日本がアイソ衛星の正しさを証明したのか。そういうことね。このトラブル以来、特にフランスの研究者グループがやる気を出して、日本側にアイソ衛星でのスカイサーベイ観測の手法を詳しく聞き出し、ヨーロッパ側はアイソ衛星の観測スケジュールを強引に変更してスカイサーベイ観測をやり出したわ。強引に変えるってどういうことなんだ？こういう国際協力での観測って事前に打ち合わせた通りのスケジュールでやるのが一般的で、衛星のトラブルとか地上設備のトラブルなど致し方ない事情を除いて変更されることはほとんどないわ。でもヨーロッパはそのスケジュールを強引に変えたのよ。その理由は、重要な観測成果が日本に独占されつつあって、このままではかつてアメリカに独占されてしまった過去と同じことになってしまう。そうなると各国政府や学会などから突き上げを食らうし、この分野での宇宙開発ができなくなる恐れがあったから、日本から観測手法を引き出してスケジュールを強引に変え、日本の独占を防ぎ、アイラス衛星の二の舞を避けたかったのよ。同じ鉄を踏まないようにしたのか。
でも、アイソ衛星計画の中心はヨーロッパにあるから、日本は観測時間の 5% が確保されていたら何も言えないわ。そうなのか。その結果、ヨーロッパは日本の3倍の領域を日本の手法で観測して、その分析結果を発表するんだけど、そこには日本がトラブルを解決したことや観測手法を教えたことが一切書かれておらず、まるで自分たちで全て挙げた手柄という内容になっていたわ。そんなことわざわざ書かないだろ？書くわ。論文でも最後の方に指導や助言をしてくれた個人や組織に感謝を述べるし、他にも助成金や補助金を出してくれた個人や組織にもそうだし、データを提供してくれたところ、複査してくれた人に対しても謝辞を述べるわ。へえ、そういうのがあるんだな。でも書かなきゃいけないってことじゃないから、そこは著者の判断なんだけど、結果的にヨーロッパは書かなかった。それは日本にとって一つの教訓でね。最後に勝つのはハードを持っているところだと改めて認識したわ。なるほどな。そして日本が検討している赤外線天文衛星計画は引き続き検討がされていて、NASA から提示された近赤外線に集中せよとの条件を拒否した後も NASA との協力体制構築を目指して話し合いが行われたけど、最終的にはそれができなかったわ。話が平行線のままだったのか？アメリカは当時スピッツァー宇宙望遠鏡という赤外線望遠鏡を計画していて、日本と協力するよりスピッツァーに集中するべきという判断になったわ。あらまあそうなのか。でも外国に頼らず日本単独でできないものなのか？それは難しいわ。国際協力ってのは大体は足りないものをお互い補うものでね。この時日本に足りないのは赤外線観測衛星の開発運用ノウハウと観測データの分析能力で、日本にとって初めての本格的な赤外線観測衛星だから国際協力で進めていきたいんだけど、 NASA は単独でできてしまうから協力する理由もなく断られてしまったわ。じゃあどうするんだ？ヨーロッパと組むわ。さっきあんなことがあったのにか？時系列で言うとあれはもうちょっと後の話だし、今後は日本が主導だしね。そういうことか。ヨーロッパは日本の要請を快諾してアイソ衛星データ知見と受信設備の提供、分析チームの斡旋を提供したわ。へえ、ちゃんとやってくれたんだな。そうね、思った以上に食い気味で協力してくれたわ。というもの、ヨーロッパ側にも事情があって、ヨーロッパもこの時期にハーシェル宇宙天文台という赤外線望遠鏡を開発してて、日本に協力することで運用や分析チームにとっていい演習になるんだよね。つまりアイソ衛星とハーシェル宇宙天文台のつなぎになるってことね。なるほど、そういう事情があるのか。そこで開発された日本の衛星は2006年2月に打ち上げられ、赤外線天文衛星あかりと名付けられ、ハーシェル宇宙天文台は遅れること3年後の2009年3月に打ち上げられたわ。2つともちゃんと打ち上げに成功してよかったな。その後日本とヨーロッパはお互いの後継機計画であるスピカという大型の赤外線望遠鏡計画を練るんだけど、今のところ頓挫しているわ。なんでだ？開発運用に1000億円以上かかると見込まれてて、その高額なコストが原因でヨーロッパ宇宙機関の選定から漏れてしまったからよ。コストが高すぎるのか。その間にアメリカは1兆円以上をかけてジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を完成させて打ち上げたし、数年後にはナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡を打ち上げる予定よ。アメリカの資金力と物量は相変わらずすげえな。日本とヨーロッパに足りないのは資金力と人的体制だからね。やろうと思えばできるけど、お金と人が足りないのか。何をするにも人物金の3つが必要だからね。それもそうだな。というわけで赤外線観測の簡単歴史解説はこれでおしまい。簡単という割には長かったな。地上望遠鏡のことを省いてるんだから簡単でしょ？もっと省けたと思うぜ。ほーん、それなら宝石解説思いっきり省いて解説するんだよね。うぐ。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。